あいにくの雨。いやー日曜日ね、本当はさ、午前中とか午後とかさ、まあ午前中でも午後でもあるんだけどさ、まあ朝とか昼とか夕方に行きたかったけど、こんな時間になっちゃいました。新しい居住者が2人来るはず。あ、三尾さんだけか。はーい。お、本日最後のお知らせ。え、何？ DIY でものづくりを楽しんでますよ。リメイク体験ワークショップを開催することにしたんだもん。いやーマジか、色の統一ができるんだ。案内状。はーい。ああ電話。これは豆でしょうね。あ、粒か。そうですよ。はーい、ありがとう。そうだ、だんだん思い出してきた。まあ、夜ちょっとやったんですよ。で、増築もしたから、34万ベルぐらいを返済しないといけないんだ。あれ、でも増築、あ、完成してるけど。あれ、いけなくなってるな。そりゃそうか。まあ、ちょっと、行ってみよう、奥。はぁ。一番最初の部屋と同じ大きさぐらいか。ここを寝室か、キッチンにしたいね。なるほど。そしてここがリビングだ。ああ、そしてあれだね。この水族館を作ってもいいよね。はあ。ちょっと模様替えは一旦保留かな。でも。はーい。まずは、三尾さんに会いに行って、あれ？どうした？ハンナさん。え、何？寒いギャグを聞いた時に使えるヒューっていうリアクション？うん。おお。あ、新しいリアクションを急に教えてもらった。おお。みんなでやろう。ああ、ハンナさんがこっちを向いてくれなかった。あ、一緒にやってくれないんだ。これはやってくれるんだけどね。そっか、三尾さんだけか。そうだ、三尾さん家で悲しい出来事があったんだよね。俺この位置をさ、まあ見てわかる通りさ、位置をさ、本当ここのまあオズさんの家と合わせたかったんだよね。で、慎重に合わせた結果、ずれてたっていう悲しい。あ、そうですよね。サイの方ですよね。あれ、でも、すごい、小屋っぽい。どうもどうも。おう。うん、頑張ろう。あ、そうだね。そうだね。
じゃあ、こんな感じか。バイバーイ。あれ、もう一軒あるんだけど、もう一軒はまだ来ない、ああ、まだ建設中だ。これ、マールさん。多分だけど、カエルの子じゃないかなって思うんだ。んで、ああ、たぬきち商店。あ、そうだね。この時間帯に来たら空いてないんだよね。ああ、まあ、小雪さんのうちも見に行こう。おお。もういいじゃん。あ、この二段ベッド欲しいかも。登れないか。へえ、かわいいじゃんね。で、DIY してるからなんか教えてもらえるかも。ん？え、なんか作ってたの？積み木スツール。ははー。うん、教えて。うん。はーい、ありがとう。ありがとう。ね、覚えよう。ふむふむ。おー、あー、掃除機ある。掃除機とか欲しいわー。新しい DIY レシピ。あー、これね、竹林の壁。これ何で知ったんだっけ。なんか風船のプレゼントで獲得したか。メッセージボトルだな。あー、積み木のスツールいいね。ありがとう。うん、まあこういう化石は後で取っておくとして、そうっすね、ワークショップ行こうか。どうもどうも。うん、増えてた。うん。ということで、やーろーはーい。はーい。で、ワークショップ。どうもどうも。うん。参加したーい。ワークショップ。うん。やってみます。はい。はい、ざっくり。簡単。あ、リメイクキット。ほう。あ、デザインも変わるの。はい。木製クローゼットの製作&リメイク。はい。なるほど。うん。そうだね。ああ、なるほど。木製クローゼットを作ってきて、さらにリメイクキットも調達してって話か。まあ、やっぱそういうことだよね。ね。材料は？木材。いや、木材あるはず。段ボール持って帰る。
木材あるはずだな。木製のクローゼットを作ってきました。どうもどうも。ワークショップ。おい。お。リメイクキット。おお。はーい。木製のクローゼット。はっ。お、めっちゃ簡単。あ、これなんか仏壇みたい。へえ、いいじゃん。ライトウッド。まあ、ホワイトウッドもいいね。チェリー。いや、ダークはちょっと色が重いな。案外もう、ライトのままでいいんじゃないかな。ピンクウッドもいい感じだけどね。ライトウッドにしよう。あはまあまあまあ、そうだよね。そりゃね。じゃあ色どうしよっかな。本当はね、このちょっとチェリーだけどオレンジっぽいのも好きなんだけど、家に飾ること考えたら、まあこれくらいかな。はい。やったー。うん。なんと。ああ、ありがとう。ああ、売ってるんだ。なるほど。ああ、マイデザインを張り替えることもできるんだ。はい。やった、簡単だ。うん。はーい、ありがとう。ついでにタヌポートもチェック。マイルかな、まずは。うん、マイル旅行券。スマホケースのリメイクキットがある。石の壁、丸太の柵。まあ、この辺のさ、レシピはさ、一応一通りゲットを しておくから、見つけ次第買う感じだよね。で、多分さ、増築もしたから、ある程度収納も増えたと思うし、丸太の柵ね、いい感じ。よし。でもあんまりさ、柵をこう、使うっていう感じがないんだよな、今のところ、予定として。まあ、この辺持ってるからね。あとは一応、スマホケースのリメイクキットも、買っておこう。うん。んで、あとはショッピングか。ショッピング。何かある。あー、シンク。シンク欲しいな。キッチンを作るためには必要だよね。ラジカセもまああればいいよね。メッシュキャップ持ってる。スポーツサングラス別にいらない。まあこの辺は揃えたいけど特に必要はないな。まあいいか。んで、返済ね。かかるな。そうっすね。まあ、ちょっとずつ返済していきましょう。んで、今日はあとは、いつものルーティーンで釣りをしたり、化石集めをしようかなと思います。
こいタランチュラ怖い。うわ、こい捕まえるぞお前を。はっ、あっ失敗した。もうちょっとか。虫一個分。いやー、虫一個分。あー、でもついでにちょっとだけ模様替えしました。まあついでなんで、あんまりね家具がないんですけど、まあここリビングなんで、まあ作業台とサンドバッグぐらいですね。でもこんな感じっすね。まだでも全然まだね物がないんで、あー、これブレーカーとかね、スリッパもありますけど、うん。で、寝室は、まあ、こんな感じですね。まだね、キッチン的なものも全然作れてないので、まあ、この辺にキッチン置きたい。あの、シンクとか。で、本当はね、部屋がもう一個あれば、こういう洗濯機とかトイレとかお風呂作ってもいいけど、今はね、何にも物がない上に、その、ラジオもないからちょっと寂しいですよね。このコンポは、なんかね、こう曲がね、流せるみたいですよ。登録できる曲を持ってないから無理なんですけど、うん、まあこういう機能いいですよね。で、ベッドも、布団と二段ベッドとかはあるんだけど、なんか色合い的には、まあこの干し草のベッドでいいんじゃないかなと思って、今はこれを置いていますね。はぁ。いや、いかんいかん。とりあえずね、12時くらいまで残り45分ないですけど、まあ材料集めとかね、釣りをやっていきたいなと思いまーす。あ、そうそう、あ、プレゼントもあるんだけど、お花をね、並べ直してるんですよね。そしたら、これ多分オレンジの新しい花が多分交配して、生まれそうですね。あと、ピンク色のお花もどこかにあったんですけど、まあ、こうやって近くに置いておくと、新しい色のお花が出てくるっていうのがね、わかりましたね。じゃあ、あれ、ゲットしたい。よし。これがね、嬉しいんですよね、このプレゼント。来い。おー、オルガン？おほほ、なるほど。これはなんか子供部屋とか作った時に良さそう。ん？これはイワナかな？おお、やったー。イワナ釣ったー。嬉しい。あ、そういえば3月中はね、伊藤が釣れるらしいですけどね。まあ、あと2日ぐらいしかないので。どうしよう。巻き餌いっぱい作ってきて、伊藤狙いもやってもいいかもしれないですね。ん？どうした？ムムム。シャツ。ありがとう。
チンジだよ。うん。はい、ありがとう。住民から何かもらえるのは嬉しいよね。ああ、これ、あれですね。タヌポータルを使って画像を読み込んでみました。まあ、こっちのキテケロくんはね、手書きしたんですけど、やっぱりこれくらいの再現度だったらこっちの方が楽でいいよね。あとはね、この白い背景がなければもっといいかもしれないけど、まあでもこれはこれで統一してもいいのかなって思いますね。さてもう時間もないんですけど、まあ餌9個あるので、釣りをして何かね、珍しい魚狙ってみたいなと、まだ釣ってない魚とかね、狙ってみたいなと思います。伊藤が来れば嬉しいけど、来なくてもまあしょうがないかなっていう感じ。よっと。ああ、ヤマメか。いいね。まあ、こんな感じで、やっていきまーす。うん。半分くらい、ヤマメでしたね。ヤマメと、土壌、フナ、タナゴ、ブラックバス、ドンコか。はい、まあこんな感じですね。ねえ、なんかね、よっと。今日はね、少し雲がありますね。はい、じゃあ今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。ピヌさんでした。